お疲れ様です。バーファミリー YouTube 視点バーテンダーのノーズです。今日はなぜアーリータイムズがいきなり9倍になったのか、こちらを簡単に考察していきたいと思います。正直自分は全く気づいていなかったのですが、ありがたいことにいつもご視聴いただいている方からのコメントを見て、初めてアーリータイムズイエローラベルが店頭に並んでいないことが分かりました。少し調べてみると、朝日さんのホームページでは12月に供給が追いつかないため9倍となっていたようです。今まで当たり前のように売られてきたアーリータイムズのイエローラベル、1200円くらいで買えるバーボンウイスキーと考えれば、とてもコスパのいいバーボンウイスキーだと思います。それがなぜいきなり供給不足になったのか、ここから先はあくまで僕の持論です。アーリータイムズというブランドは長年ブラウンフォーマン社が扱ってきたブランドではありますが、ここ数年、2年くらい前でしょうか、ブラウンフォーマン社がまさかの個人的にもと思いましたが、サゼラック社にアーリータイムズというブランドを売却しました。そのため今この時になってブラウンフォーマン社時代の原酒が切れて、サゼラック社の扱うバッファロートレース蒸留所、もしくはバートン蒸留所で原酒を作り、その原酒の切り替わり時期ではないかというのが僕の憶測です。そもそも本国アメリカではアーリータイムズはバーボンウイスキーを名乗っていません。それは信頼ではなく一部でボダルを使用しているからです。この先バッファロートレース蒸留所、もしくはバートン蒸留所でアーリータイムズが作られるようになれば、マシュリの変更は明らかですし、味は思いっきり変わると思います。それがいい方に変わるか悪い方に変わるかは分かりません。アーリータイムズがお好きな方には非常にきっぽになってしまいますが、今のうちに味の変わる前にもし見かけたら購入されることをお勧めいたします。そしてコメント欄にて教えてくださって誠にありがとうございます。簡単でしたがお分かりいただけましたでしょうか。それじゃあ今日はここまで。また見てね。